どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは小堺富木作自殺か他殺かです えー、小坂井不牧はですね1890年生まれ1929年没の日本の医学者追筆家翻訳家推理作家となっております、えー、今回朗読していく自殺か他殺かはですね小坂井不牧の「少年科学探偵」シリーズという、えー、塚原敏夫君という少年探偵が登場するシリーズです、えー、こちらはですね雑誌「子どもの科学」に連載されたもので 小学校の56年から中学校23年ぐらいまでを対象としていたようですねで小井富木の思いとしては子にに科学に触れててしかったったたいいうのがあるみたいですねまず何よりも科学の面白さを知ってもらってその上で、えー、科学知識を得てほしいと、えー、考えてこのような小説を書いていたようです。 もちろん時代が進んでいますんで今ではもう当たり前のように扱われているものでもあるんですけれども、えー、当時としてはかなり斬新な科学だったんじゃないかと思っております。それでは少年科学探偵塚原敏夫君の活躍をお楽しみください。本日朗読していくのは小堺不作自殺か,殺かですそれでは本編をどうぞ 小父母自殺か他殺か1兄さんこう暑くては全く頭がぼんやりするね。少年科学探偵塚原俊夫君はある日の午後実験室で顕微鏡を見ていた顔を上げて私に言いました。 7月になってから急に暑さが増して23日は下肢90度近くに達しましたからおく君がこのような胆性を発するのも無理はありません君の頭でもぼんやりすることがあるのかねと私は別に皮肉を言うつもりでなく尋ねました冗談言ってはいけないよ僕の頭だって誰の頭だってみんな同じだ 僕はただ物事を他人よりも一層深く考えることが好きなだけだ考えさえすれば誰の頭だってよくなるよよく人は物事を考えると頭が熱するというけれど僕はちょうど反対だ僕は考えれば考えるほど頭も体も涼しくなるよ今日でも何か事件があればと涼しくなるのだが このごろじゅうとんと事件の依頼がないからこの暑さですっかり頭がぼんやりした夕立でも来るといいがねと私は敏夫君に同情して窓越しに晴れ渡った空を眺めました「ふつうの夕立なんか来たとて僕の体は涼しくならない」と敏夫君は ななんとなく不機嫌に言いました。その時実験室兼応接室のドアを叩く音がしました私が開けに行くと来訪者は他ならぬ警視庁の小田刑事でありました「いやっ P のおじさんが来たありがたい」こう言って敏夫君は嬉しそうに小田さんのそばに駆け寄りました。 B のおじさん、きっと夕立を持ってきてくれたんでしょうと利尾く君は小田さんの汗を拭く手にすがって言いました小田さんは利尾夫君の言葉の意味がわからないのできょとんとした顔をしましたそうでしょう夕立を持ってくる人など世の中にありませんで 私は簡単に私たちがたった今話しつつあったことを告げましたすると小田さんはにっこり笑ってテーブルの脇の椅子に腰を下ろし扇子を開いてあおぎながらいかにも夕立を持ってきたよと言いました敏夫君の顔はうれしそうに輝きました早く事件を聞かせてください 小田さんに息つく暇も与えず敏夫君は話をせがみましたやがて小田さんは私の差し出した冷やしコーヒーをすすって事件の要領を告げました二、2. 芝区 M 町十番地に藤田又蔵という無職の老人がありました 以前、氷菓子をしていたことがありましたが、最近は健康があまり優れないので、雇いの老婆と二人暮らしで、植木いじりなどをして日を送っておりました。氷菓子をしたことがあるだけに、その性質は極めて頑固であり、一年ほど前まで、たった一人の老いを我が子として養っておりましたが、その老いが放蕩をしたために、ついに追い出してしまいました。 その頑固な老人が何を感じたのか一昨夜寝室たる座敷の欄間にへこおびをかけ寝巻きのまま首をつって死んだのであります雇いの老婆が朝になってこれを発見して大いに驚き直ちに訴え出たので小田刑事は警察医と共に現場に駆けつけました 取り調べの結果老人の死は覚悟の自殺らしく見えましたというのは机の上に般若心経が開いたまま置かれてあったので藤田老人は自殺する前に読経したものと思われました外部からも誰も入った形跡はなく老婆が朝になって戸を開けた時どのかけ金もみんなかかっておりました そそして金庫にもその他のものにもももののの手を触れ藤田家は内部がかなりに広く藤田老人は一番奥の八畳の間に寝るのに老婆は台所の隣の部屋に寝てその間に相当の隔た,たりがあるので奥でどんなことが行われても老婆のところへは聞こえません。 その上老婆はあまり聡明なたちでないことから何を聞いてもはっきりとした返答ができなかったのでありますしかしいろいろ老婆に尋ねた結果藤田老人が自殺するような理由はどうしても見つからなかったのであります机の引き出しには遺言状の写しがあったがそれは 三か月ほど前に書かれたもので、老人としては当然のことです。それかといって、他殺の後は無論はっきりわかりませんでした。藤田老人は寝床から夜中に起きて自殺したものらしく、警察医の死後の経過時間の鑑定と比較して考えても。別に怪しむべきところはありませんでした。 で、藤田老人は多分自殺しただろうということに決定されたのであります3以上が小田さんの語った主要な点でありますがこれだけを話し終わった小田さんは最後に声を小さくして言いました。 ところがだね敏夫君僕にはやはりどうも老人が自殺したとは思われないのだと言ってその証拠は何一つないので自殺と決めるより他にしかたがないが平和に暮らしてきた人間が突然自殺するとはどうもおかしい昨今暑さが厳しいからそれで気が変になって自殺するものもないと限らぬが それならば静かにお経を読んだりして自殺はしないだろうと思う。だから僕は君に老人が果たして自殺したかどうか調べてもらいたいのだ。としおくんは小田さんの話をじっと聞いておりましたがこの時 その藤田老人の老いというのはどこにおりますかと尋ねました実はこちらでも探しているのだが無論行く先は分からず一年ほど前から一度も寄りつかないそうで生きているのか死んでいるのかすらわからないのだそれは困りましたねその老いに聞けば老人の自殺する事情もわかるでしょうに 時にこの事件はまだ新聞には出ていないようでしたね。と敏夫君は言いました自殺かどうかがはっきり決定されるまで記事を差し止めたのだ敏夫君はしばらく考えておりましたがどうも今聞いただけではさっぱり見当がつきません死体はまだそのままにしてありますかいや。 暑い時節だから昨日の朝ひとまず仮埋葬に付したそれはなおさら困りましたねしかしここでとやかく考えていたとてわかる道理はありませんからこれからすぐ久慈武へ案内してくださいませんかそこで私たちは身支度をして自動車を雇いました久しい間の照りで道路には 真っ白な土ぼこりがたまってそれがいかにも蒸し暑いような感を起こさせましたが敏夫君の顔にはいかにも涼しそうな表情が浮かんでおりましたおそらく今敏夫君の頭は猛烈に働いているのでしょうほどなく自動車は藤武の門前で止まりました 4小田刑事に案内されて私たちは藤田老人の寝室なる八畳の座敷に入りました寝床はもはや畳まれてありましたが机と般若心経はそのままになっておりました小田さんは老婆を呼び初めてここへ来て自分の検査した顛末をいちいち敏夫君に説明しました 君はただ黙ってうなずきながら熱心に聞いておりましたやがておく君は机のそばに寄りまずその上の半夜診療を手に取ってみましたそれは長さ6寸幅2寸ほどの大きさのもので老婆に聞いてみると藤武の仏壇にあるものだということでした それからおく君は机を調べましたそれは2つの引き出しのついたく机でしたおく君はまずその左の引き出しを開けましたするとそこにいろいろな書類の中に藤田老人の遺言状の写しがありましたそれには自分の死後財産は せぎふくまつにゆずるといういみのことがかかれてありました次にとしおくんは右の引き出しを開けましたそこにはすずりやいろいろのびんがはいっておりましたがそのうちとくにとしおくんのきょうみをひいたものがありましたそれはビタミン A というやくざいのはいったびんでした ビタミン A は栄養の不良から起こる病気の際に用いる薬剤です俊雄君は老婆に尋ねましたご老婆は答えましたなんだかこのごろたびたびお薬を召し上がっていたようですが。 元来が頑固な気性で他人に病気だということを知らせともながって見えました。肺が悪いようなことはなかったですか？そんなことはなかったようです。年老君はそれから左右の引き出しの中をさらに繰り返して調べましたが、ついに一枚の紙片を発見するなりにっこりと笑いました。 その笑いは敏夫君がいつも有力な手がかりを発見した時に漏らすものです何か珍しいものが見つかったかねと私は思わず尋ねました「これだよ!」こう言って敏夫君の示したものは ある眼科医の診察料の領収書でありました私はそれがいかなる意味を持つのかさっぱりわかりませんでした P のおじさん僕ちょっと外出して調べてきますからここに待っていてくださいこういうなりおく君は私たちを残してさっさと出かけてゆきましたやがて表に待たせてあった

しはきっぱり言いました。どうしてわかったと小田刑事はびっくりして言いました敏夫君はずるそうな笑いを浮かべましたそれは後で話しますそれよりも僕の言うとおりにこの事件を新聞に発表してくださいませんかああいいとも小田さんは 敏夫君の言うことならば、何でも素直に聞いてくれます。そこで、私たちは警視庁へ行きました。敏夫君は織田さんと二人きりになって、新聞に発表すべき事柄を相談しました。あくる日の新聞には果たして自殺か他殺かという大きな活字の見出しで、藤田老人の自殺のことが載っておりました。 まず死体の発見された天末が詳しく述べられそれから次のような記事が書かれてありましたしかし取り調べの結果老人はその日 S 町の水野という弁護士に遺言状を書き直したいから23日中に来てくれという手紙を差し出したことが分かったその晩自殺をする者がそのような手紙を書くはずがないので もしや他殺ではあるまいかとその筋では厳重に取り調べ中である私はこれを読んで異様な感に打たれましたというのは藤田老人が水野という弁護士に手紙を出したことなど小田さんも話さなかったからでありますそこで私は敏夫君が昨日自動車で単独取り調べに行ったのは 水野弁護士のとところだろだうと思いました君は昨日水野弁護士のところへ行ったのかと私は尋ねましたいや違う僕は眼科医のところへ行っただけだ水野弁護士なんてこの世の中にいやしないと敏夫君は言いました私は 再び異様なに打たたびなにれましたけれどもこの際深入りして訪ねては敏夫君の機嫌を存じるであろうと思い黙っていろいろ考えてみましたが何のために架空の人物なる水野弁護士のことを新聞記事に入れたのかどうしてもわかりませんでしたその翌日は何事も新聞に現れませんでした 年君も何としんもも言いませんでした。するとさらにその翌日次のような新聞記事が現れました藤田老人の死は一時他殺ではないかという疑いを持って取り調べが行われたけれどやはり初期による一時的な精神異常のために自殺したものと決定された。 藤田老人には関福松という一人きりのおいがあって老人の財産を相続することになっているが目下行方が不明であるからその筋ではその捜索に従事しているもし本人または本人の居所を知っている人があらば警視庁まで申し出てほしいとのことである私はまたもや異様な感に打たれました というのは敏夫君はその後この事件の取り調べに携わっておりませんから藤田老人の死が他殺でないと決定されたはずはないからであります敏夫君一体これはどうしたというのだと私は辛抱しきれずに尋ねましたそれには深いわけがあるんだまあ兄さんしばらく待っておくれよ 多分遅くとも今日の午後には P のおじさんから電話がかかるだろうから果たして午後一時少し過ぎに小田さんから電話がかかってたった今藤田老人のおいの関福松が出頭したからすぐ来てくれとのことでありました6 警視庁へ行くと直ちに私たちは織田さんの部屋に案内されましたそこには三十前後の目つきの鋭い大柄な男がおりました言うまでもなくそれがセギ福松でありました織田さんは利尾君と私とをセギに紹介しましたセギは妙な顔をして利尾君を眺めました 彼はこんな少年が果たして探偵などをすることができるのかと不審に思ったに違いありませんやがて敏夫君はセギに向かって言いました「実はセギさん藤田さんは自殺なさったのではなく殺されなさったのです」えとセギは顔色を変えました。 でも新聞には自殺と決まったと書いてあったじゃありませんか新聞記事は大抵でたらめなものですとおく君は落ち着いた態度で言いました実は僕は先日藤田さんの居間の机の引き出しを調べたところビタミン A の入った瓶を見つけましたビタミン A は、 栄養の不良から起こる病気に用いるもので僕ははじめ藤田さんが肺病ではなかったかと思いましたけれども老婆に聞くとそうでなかったらしいと言いましたすると僕は眼科医の診察料の領収書を見つけましたその時にはっと思い当たったのです眼病でビタミン A を要するものは第一に野毛症 すなわち俗に言う「鳥目」を考えなければなりませんそこで僕は自動車を飛ばしてその眼科医を訪ねたところ果たして藤田さんは強度の野毛症にかかっていたことがわかりました藤田さんは頑固な人だから老婆にも自分が鳥目だということを知らせなかったらしいのですところで藤田さんが野毛症だとすると 夜は目が見えるのですから、自殺前に般若心行を開いて読むはずがありませんそこで僕は藤田さんは他殺されたのだと判断しましたそして犯人は自殺に見せかけるために般若心行を読んだふうに取り繕ったのだと推定しましたこう言って敏夫君は相手の顔をじっと見つめました のの顔には驚きと恐れれ色が現れました。私は敏夫君の推理に感心しました敏夫君は構わず続けましたしからはその犯人は誰でしょうか老婆の話によると戸の掛け金がみんなかかっていましたから誰もその夜外から入った形跡はありませんすれば 老婆が犯人かもしれんということになりますが、老婆の腕では、藤田さんを絞め殺して、首をつったように見せかけることはできません。そこで僕は考えたのです。これは、家内の様子をよく知った者の処理に違いない。多分犯人は、日のうちに忍び込み、どこか押し入れの中にでも隠れていて、藤田さんを考殺し、 買って知った仏壇の中から般若心経を取り出して自殺を装わせそれから朝まで待っていて老婆が起きた後にこっそり家を抜け出したものだろうと推定したのですこう言って敏夫君は再び相手の顔を見つめました千木は化石したようにこの不思議な少年の言葉に聞き入っていましたがその顔は土のように青ざめ ひと言も発しませんでした。しからば、その犯人は誰でしょうと敏夫君は一段声を大きくして言いました。セギさん、僕は、犯人は、あなたよりほかにないと思います。あなたは金に困って、おじさんを殺したのです。 これを聞くなり、セギが立ち上がろうとしましたが、腰から下が麻痺したもののように、再び椅子にうずくまり。違違いいまます、違います、す、な、君は何を言うのですと、反抗しました。まあ、静かにお聞きなさい。と、敏夫君はいよいよ落ち着いて言いました。それじゃあ聞きますがあなたは、 おとといの新聞記事を見てなぜすぐ警視庁に出頭しなかったのですかこの言葉にセギはいささか躊躇したがすぐさま答えました僕はおとといの新聞を見なかったのですうそおっしゃいとおく君は押さえつけるように言いましたあなたはあの記事の中に 他殺の疑いがあって取り調べ中とあったから顔を出さなかったのでしょう。ところが今日、自殺と決まったと書いてあったから顔を出したのでしょう。違います。僕が殺したという証拠がどこにあるのですか。僕は一年ばかり叔父のうちに顔出しをしなかったのです。では、その間どこにいましたか。どこにいたっていいではありませんか。 それじゃあ確かにあなたは一年ばかり藤田さんに会わなかったのですか会いませんともそうですかあなたがそれほど頑張るならは致し方ありませんけれども悪いことはできぬものですあなたはおとといの新聞に藤田さんが水野という弁護士に遺言状の書き換えを依頼するつもりだったということを読んだでしょう藤田さんの遺言状には 自分の死後は財産を全部公共団体に寄付するということが書かれてありましたがそれを水野氏に頼んであなたにも一部分譲ることに書き換えようとしたのですところがあなたは藤田さんを殺したからもはや一文もあなたの手に入らなくなりましたこれを聞いたセにはにわかに全身を緊張させ思わず叫びました 何を言うのです叔父の遺言状は確かに全財産を僕に譲ると書いてありました。はっはとうとう白状しましたね。と、敏夫君は得意げに言いました。あなたは机の中の遺言状の写しを自分で見たのでしょう。あの遺言状は3ヶ月前にできたものです。一年以前から藤田に立ち寄らぬものが、 それを知っているはずがありません実は水野弁護士なんてこの世にありませんみんなあなたを白状させる方便だったのですこれを聞くなりセギはその場にうつぶしましたそうしてしばらくしてから一切の罪状を自白しましたがそれは敏夫君の推定と寸分も違いませんでした彼は、 叔父を絞殺して金を奪って逃げるつもりでしたがふと机の中の遺言状の写しを見て自殺したことに見せかけて叔父の財産が自分のところへ転げ込んでくるのを待ったのでした。